お疲れちゃんです。ラットです。ということでね、今日もクラッシュロイヤルやっていきたいと思うんですけども、今回はですね、こちらダブルエリクサー大会をねやっていきたいと思うんですけど、こちらですね、僕今ねこの19勝いっぱい今しちゃったんですよ。マジでこれ勝ったら20連勝だったんですよね。っていうところで、こちらねファルチュートレーニングにね、はい、当たって敗北してしまいました。というわけで、ちなみにこちらね、今19連勝して1敗したんですけど、その前に、こちらね、僕のサブアカウント知ってる方は知ってると思うんですけど、マイクワゾウスキーアカウントですね、こちらでもう同じこちらのラバデッキで22連勝してます。はい、なんで、実質41連勝しました。パチ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 。なんで本当だってここね、ここ勝って20-0つけたかったんですけど、まあ41連勝しましたということで、まあ、こちらのねラバデッキを今日はね皆さんに超絶おすすめしたいなと思います。まあそうですね、ラバデッキなんですけど、そのダブルエリクサー大会なんで、まあ、基本的に最初から最後までエリクサーが2倍です。なんで、まあ基本的に大型がやっぱ多いですね。こういうまあ僕みたいな、ラバーとかあとはゴレを使う大型が、まずは多い。そしてそれを、カウンター、それを受けてカウンターするこういう感じですね、こういうスパーキーなどのカウンターデッキも増えます。ファルチとか、まあ、スパーキーとかですね、カウンターデッキが増える。そして、まあ、あとは、そういう大型とカウンターを無視した、まあ、あとは高回転ですね、いわゆる、まあ、バルーンだったりクロスだったりその枯渇だったりっていう高回転が増えます。まあその3種類に分けられますね。なんで自分がどれがいいかなみたいなね、選んでカウンターデッキ、大型デッキとかあると思うんですけども、今回これを皆さんおすすめします。はい、41連勝したんでね、多分さすがにね、まあ、使い主がうまいっていうのもあるかもしれないんですけど、ちょっとねやっぱデッキのね強さもあると思うんで、今日は一人で動画撮ってるんでね、いつもだったらいやーやめとけとかね、いろいろね突っ込まれるんですけど、今日は僕一人でやってるんで、さすがにね、なるほどね、一人でやってるんで、はい、変なやつが入ってきましたね。というわけで、もうね負けるまでやっちゃうかな。もしかしたらだと負けないもん俺。今負けたけどね。あでもこのダブルエリクサー大会の特徴としては、上に上がれば上がるほどというか、マッチングが自分とね同じ勝利数の人と、まあできるだけ当たるようになってるんで、上に上がれば上がるほど、マッチングねしなくなります。なんでそうなった時に同じ相手と3連続で当たったりみたいな。でもね、全然ありますね。相手プリン Q が。うぼ。あ、そう。で、今回のドラフトは、いつもね、基本的に大会レベルなんですけど、今回10なんでね、その、皆さんに使うときにはレベル9をね、僕使っちゃって、やっちゃったんですけど、間違えないよね。レベル10を使うように。おお、多いな、そういうのがなんか。ハゲ系列じゃん。なんかね、こういう、枯渇系もね、若干ガブエリクサーなんか多くなってる。多いですね。これちょっと怖いですね。早い。もう2つ目マーク展開。うわ。つらそう。これね、脅威の防衛。取り込んで。ああ、働け。うい。あのプリンス厄介だけど。これザップで飛ばしいの OK で、スキャミがワンチャン、いやでもこれは1個折れますね。 OK、 生き玉とかないんで相手あーゲインですが、キャスケバレルとかを やられちゃうとこっちもね1個折れる、折られちゃうんで、もう1個無視して、これキング対決ですね。はい、はい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 、知ってるよと。お互い2本ずつ折るか。お互いも2本ずつね、これ折っちゃいますね。トリティニアダシーのプリンセス処理しつつ、コウモリ処理室、これね、いさあ、で、だプリンが来るんですよね。そう、このプリンを縦線とかで、よいしょ、逆線で処理できるのか。オッケー、さあ、あ、ザップそっちにいたんでいくと、デビが生きてる。さあ、まあ、こんなこっからですね。まあ、こっちね、まだ105残ってるんで、105ね、ないようなもんですけど、キングが結構落ちてないけんが、やばい。これ真ん中に来る。おい、来ますね。キング削りに来てくれちゃうの。いやでもこれね、完全強で、はい、フルカウンター。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 もう2攻め来るよ、あいつ。ロイバレル来たら僕は死にます。お疲れ様でした。あ、でも相手は気合で守ってきてる。
やめて。おお、歩くな歩くな。やばいやばい、ここ守らないか結構。これね、バレル飛んできた瞬間絶対ロイジャム来るんで、ここにトリット飛んだして。あ。あ、お、お、いや、引っ張ってる。いい。あと受けたげ。あ。大丈夫大丈夫、前が。おし。いや、でもザップターンよかった。確かに。いや、ロイバルにも使ったんで。2周目が怖いが。いや。おー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 、でも、これは若干。引っ張れ。うぃ。引っ張れ、ハンティング。やばいやばい。やばい。いや。よいしょ。うん、うーい、気づけなかったよ。やばっ。なになになに。なるほどね。死ぬ死ぬ死ぬ、こんな試合やってたら死ぬってマジ。もう終わったか思ったね、正直。正直ね、あっちの側見てなかったでしょ。うん、正直今負けたと思いましたね。いや、これえぐいな、奇跡的に勝てましたね。もうコカツ系ちょっと多いですね、このなんかスパーキーガゴムレとか。連続は勝てるじゃん。もうそこの小物系ですね、小物小物小物ばっかですね。なんでまあ結構ベビドラ、まあポイズンがねいいですね、ポイズンがいい働きをしてました。よし、まあ負けるまでかな、気持ちね、気持ちね、はい、やっていきたいなと思います。来ましたね、ワンダーボーイ。さあ、で基本的にラバが初手にあったらガンガンね初手ラバやっていきたいんですけども、ラバがないんでリガ上げ、まあ一回リガ回して、てかもうね、あのダブルエリクサーは、あとはねエリクサーが倍でこれ漏れるんですよね、気をつけないと。なんで基本的にコスト8ぐらいの時にもうユニット出すように意識して、エリ漏れをあんましないようにするとね、あの全体的にね損しなくて済んで、その全然勝ってるようになりますね。これラバクロですね、ラバクロ、はい。あ、これ荒野から溶かしたい。ポケティリックのは若干珍しい、確かに珍しいゲーミングしてます。これリガ飛ばしてオッケー。なんかスキャミとかがもしかしたらボツギなのかな、あのダブルエリクサー用に。そう、でも大型受け入れるとかかな。オッケーオッケー。でこうラバ回していって、この勝負をじゃあどうやって勝敗がまあ決まる一手っていうのが2周目ラバですね。おおおおおお、どうやって勝ったから相手にここで着体を攻め、ボーボーしちゃおう、許容しながら受けると。あ、よしよしよし、これもうね、いけいけ、どんどんいけいけどんどんって、空ないからあの守れないんですよ、僕を行くしかね。いけいけどんどんで、インドラ回ってきたんで守ります。いけいけどんどん、うい、バイディいいよ、でペリをしばいて、よしよしよし、いけいけどんどん。いやー、これ一回ケツラバだな、このミリンドラを残すかな、なんだんですけども、一回ねここ後ろからこのやついらないと、はい、こんぐらい捨ててあげて、もしかしてランバー来たらトリトンで吸いたいんですけど、あー来ねえな。おお、よいしょ、インドラでしばく、インドラで攻撃処理してあげて、この間に攻めます。よいしょ、おお、ベビーを処理して、おお、パリングに入んねー。ここでもあれですね、ユニット残ってるんで2周目ラバーですね。よいしょ、ゴリゴリグマス、ゴリゴリからのオッケー、おいしい。あのホバがやっぱ厄介ですね。オッケー、ポイズンに入った。で、やっぱクランスもね、後半になると大事になってくるので。はいはいはい。これね、ダブルエリクサー大会ね、大変だからね、ちょっとね、手動かしすぎて、口がマジで動かなくなりますね。来たー、オッケー、これポイズアップぐらいで。うい。はい。トリトンが。うぃ。エリが2倍だからね、エリが、エリトカツがあんまりないっていう。エリない、エリないはあんまりないかな。エリない、エリないあんまり、ん？なんでもないけど。よし、まあまあこんな感じですね。なんでもしかしたらもう一回ここでワンダップオンエが来るかもしれないっていう可能性はありますね。はい。なんですけど、まあ負けるまでね、ラッドウィン。ちょっと感じ、雰囲気、無理があったな。雰囲気あった。雰囲気な。よろしく。よし。さあ。これ。おお、これやばい、やばい、たまたま縦線、たまたま縦線出したら、たまたま縦線出したら、おお、でもここがハゲて入って、あ、でもこれ2周目きますね、ホグが、やばい、やばい、リクエチが駆け変化トリコン採点、インドで守れるか、これね、多分守れないんで、おーおーおーおお、
やばいやばい、待って、やばい、これやばい、やばい、全部持ち帰る、全部持ち帰る、結構やばい、結構えぐ、後ろのハグチが、いや、ハグチがやばいっす、ね、右手もやばいよ、クエイクオリシー、やばい、終わる、終わる、終わった、うわ、最悪、お前、待って、やめて、頑張れ、オッケー、気合見せろ、気合見せろ、いや、ハルチさえいなければ、ハルチ、ハルチ、お前、いや、お前、なんで、うっ、めっちゃ、なんてことしてくれたな、やば、ちょっと待って、ハルチ、マジで、あれだな、怒りが、ハルチに対して、うわハルチ、マジで、さっき僕のこの20勝無敗にバトをつけたのも、ハルチはそうなんです。いぐいぐいぐ、待って、こファルチが。I want you, I need you, I love you. やばい。頭の中。もう楽器今、マチコのガチモード。あ、でもこれクエイク回されるんすね。僕がキングおらないと結局クエイクのダメージで、おられちゃうんで。あ、あなたが負けなきゃないっしょ。いや無理だなこれ時間的に無理だなもうこれマジで無理だな。あー終わった、くせー、なんでーマジでこれクエクって、あーお前ゴミ足じゃねえか、おら、いやまだ参る、俺の気合いの、気合いのね、あー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 ラッディン哲学、うんガンガンなってるミュージック、すごい人がいるなはい、というわけでまあね負けるまでって言って負けちゃったんでねよかった、反省だけちょうどイエス、まあまあまあ、おい伸びた、一緒に歌おうぜやばいということでこちらね、ぜひぜひ、多分ね、ファルチェだけですね。ファルチェも、結構攻めでトリトン使ったり、なんかね、リガープラスポイズンとかで勝利すれば全然突破できるんでね。あら、ぜひね。テプレババじゃない。ぜひね、あら、関係ないです、もう、縦センス環境は。ぜひね、使ってみてください。ちょっとね、今の、ベッドでみかんさんに今抱き、疲れて、ちょっと、体、いろいろ触られて、スリスリさせられない、いやあんあんなんでね、あんたんも新しい顔よ、あん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 、わかんない、いや、いや今が格外に新しい顔よ、わかる、え、チーズ知らない、チーズもわかる、なんで僕の体こうさすっとんすか、もうマジで、いや、いつもかかりよっけ、マジでただの欲求不満です、よくかかるまあ僕の動画ですからこれ、僕の動画でしかやれないみかんばやチャンネルだとこんなできない、確かに、ね、本当にこれみかんさんってなっちゃいますからね、みかんさん実はコタです、いつもね、はい、違う違う、コタデフデフ、はい、というわけで今日ねちょっとまあこっちのアカウントね21勝2敗ばっついちゃったのつらいんですけど、まあベストね、僕今バッチ5618位なんで、このねバッチ乗り捨てれるようにね、目指しつつ、こっちね、マイクアーカー、22勝無敗なんで、こっちでも、まあね、自己新記録トロフィーつけられればいいなと思うんでね、ぜひ多分また、グロー1位取りました、多分、YouTube 出します、お楽しみに。はい。はい、では、ミカエモンと、コタジロウのチャンネル発表します。ミカエモンディーズ。ミカエモンディーズ。そうです、その通りです。あなたはミカエモンです。じゃあではバイバイ、ファッキューファルチャー、ファッキューファルチャー。